よろしくお願いします。それでは定刻となりましたので、これより市長記者会見を行います。市長よろしくお願いします。はい。それでは本日は部局マネジメント方針について、そして大雪による農業用ハウス等の再建支援について、そして一条地区デザインマンホール豚の導入について、そして国体小スポ、市民の機運醸成に向けた取り組みについての4点について、発表させていただきます。最初に部局マネジメント方針についてです。この度平成29年度の部局マネジメント方針の成果報告および平成30年度の部局マネジメント方針を取りまとめましたので報告いたします。部局マネジメント方針は年度当初に私と各部局長が政策協議を行い、部局の重点項目や課題への対応方針、具体的な取り組み内容を定めるもので、年度終了後にその達成度を評価・公表しています。評価にあたっては達成度に応じて成果があったものから順に快晴、晴れ、曇り、雨の4つに分類しております。29年度の結果は行動目標数225のうち達成することができたものは150項目、達成度は 66.7% で、前年度の達成度 78.5% を 11.8 ポイント下回りました。前年度を下回る結果となりましたが、この要因としては2月の大雪により工事を新年度に繰り越した、また行事を中止せざるを得なかったなどの理由で目標を達成できなかった項目があったことが挙げられます。達成できなかった項目については要因をしっかりと分析し、対応策を検討した上で30年度の部局マネジメント方針において引き続き取り組み達成に努めます。30年度のマネジメント方針は第7次福井市総合計画の着実な実施を図るとともに、福井幸せ元気国体障害者スポーツ大会の開催、中核市への移行や北陸新幹線福井開業、大雪への対応などにしっかりと対応できるよう各部局の方針に盛り込み、行動目標は229項目としております。主な内容としては、国体小スポの開催に関して県や競技団体等と連携して一体的な運営に取り組み、市民一丸となって機運を高め、全国初となる国体と小スポの融合の成功に向けて取り組みます。国体小スポで高まる機運を契機として、障害者を含め誰もが互いを認め合える共生社会の実現に向け、手話の復旧など情報バリアフリーを推進するための条例を制定してまいります。また国体小スポでは本市に多くのお客様が訪れることから、イベント会場や市内飲食店で本市の農林水産物を使用したメニューの提供や販売、試食などを通じて、おいしい食など本市の魅力の PR に努めます。中核市への移行に向けた取り組みについては、4月18日に国への中核市指定申請に必要な県の同意を私から知事に申し入れたところです。平成31年4月の移行に向けて着実に準備を進め、移行の際に混乱が生じないよう、事務異常により変更となる申請窓口や手続き方法等の周知徹底を図ります。また移行に際し、移行に伴い本市が保健所を開設することとなりますが、そのために必要となる施設整備やシステム整備等の準備を整えます。合わせて妊娠期から子育て期における切れ目ない支援をさらに充実させるため、母子保健の拠点となる保健センターの施設整備を行います。さらに中核市への移行と同時期に
嶺北の全市町と連携して連携中枢都市圏の形成を進めることにより県域全体で活力ある社会経済の維持や安定的な行政サービスの提供を図ります。次に北陸新幹線福井開業に向けては関係機関と一体となり一日も早い大阪までのフル規格での整備に取り組むとともに新幹線福井駅舎と合築される東口拡張施設については利便性及び快適性に優れた施設となるよう関係機関と連携調整し実施設計に取り組みます。また町中のさらなる魅力向上を図るため足場山魅力向上事業を推進します。今年度は国体ショースポの開催までにふれあい動物社をオープンさせるとともに自然史博物館では足場山を訪れる市民や観光客の満足度を高めるためビジターセンターを整備します。さらに越前海岸の伝統行事や風習越前ガニ水仙畑などを盛り込んだプロモーション動画等を作成し越前海岸の魅力を情報発信するとともに海開きに合わせたイベントを実施し誘客の拡大を図ります。大雪への対応など安全安心な街づくりに関しましては2月の大雪における課題を整理し夏ごろまでに除雪協力企業へのアンケート調査などを実施し除雪エリアの再編等の検討を行います。また持続可能な除雪体制を確保するため除雪協力企業の除雪機械の更新や応援体制の構築等を行うとともにオペレーターの減少に対応するため新規参入企業を確保して当期間における安全安心な市民生活の確保に努めます。次に大雪の教訓を生かし実情に即した実践的な計画となるよう地域防災計画を見直すとともにいかなる自然災害が発生した場合でも機能不全に陥ることがないよう福井市国土強靭化地域計画を策定します。加えて消防体制の強化を図るため森田文献所と河合文献所を統合する新聞所及びうずら文献所と大安寺文献所を統合する新聞所の建設準備に取り組むことで災害に強い安全安心な町づくりを進めます。未来を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりにつきましては待機児童ゼロの維持のため公立保育園では養護連携型認定子ども園移行のための改修工事を行うとともに私立幼稚園等の認定子ども園移行のための改築に対して補助します。また森田栄保育園古市分園での受け入れや定員の弾力化等により途中入園希望者への対応に努めます。使われなくなったランドセルを集め必要としている家庭へ無料で譲渡する事業を実施することで就学に対する経済的負担を軽減します。また子育て世帯の経済的負担を軽減するため自己負担金を除く医療費の窓口無料化によりまして中学卒業までの子どもに関わる医療費の助成を実施していきます。以上主なものについて説明いたしましたが他の事業についても着実に実施しみんなが輝く全国に誇れる福井の実現に向け県や関係市町と連携しながらこのマネジメント方針で定めた目標達成のため全部局が一丸となって取り組んでまいります。次に大雪による農業用ハウス等の再建支援についてです。今年2月の記録的な大雪により市内の園芸や水稲育苗用の農業用ハウス等が倒壊するなど甚大な被害を受けました。被災された農業者の方々に心からお見舞い申し上げます。これまで本市では県農林総合事務所や JA 市農業委員会等と連携し被災状況の把握に努めてまいりました。今日現在把握している市内での被害状況は336棟となっています。
市では一日も早く農作物の生産を再開できるよう、すべての被災者に対して幅広い普及支援を行ってまいります。今回の支援のために4月13日に平成30年度の補正予算として国・県・市合わせて2億8869万6000円を先決処分させていただきました。再建にあたり県や JA と合同で4月上旬に個別の面談を実施し、活用できる支援を検討した結果、201棟を支援いたします。その内訳は国・県・市の支援を活用するハウス83棟、県・市の支援を活用するハウス118棟となっています。今後も被災された農業者の方々が農業再開への不安を解消し、早期に再建できるよう努めてまいります。次に一条地区デザインマンホール蓋の導入についてです。現在本市では安全で快適な生活環境を整えるため下水道の整備を進めています。この整備に合わせて下水道事業を PR するため、デザインマンホール蓋、いわゆるご当地マンホール蓋を導入しているところです。この度新たなデザインマンホール蓋を導入いたします。この右手にあるやつです。新たなマンホール蓋のデザインは、桜が満開の一条谷朝倉市遺跡の唐門から朝倉夢丸が顔を覗かせているものとなっています。平成28年度から下水道の整備に着手した一条地区に限定して導入するもので、5月中旬から下水管路の整備に合わせて順次約300枚を設置してまいります。こうした取り組みにより本市の観光拠点である一条谷朝倉市遺跡の魅力向上の一助となればと考えています。次に国体ショースポ市民の機運醸成に向けた取り組みについてです。いよいよ国体まで143日、ショースポまでは157日となりました。そこで国体ショースポの開催に向け、さらなる機運醸成を図る広報啓発活動を強力に展開してまいります。国体開催100日前にあたる6月21日にはカウントダウンイベントを西部福井店周辺で開催し、本市と相互協力協定を結んでいる福井工業大学の学生がデザインしたアーケードフラッグのお披露目や炬火の命名式を行います。また福井フェニックス祭りの期間中の8月4日5日には福井国体開催55日前カウントダウンイベントをハピテラスで開催し、障害者スポーツへの理解を深めていただくため、講演や競技体験会などを行います。さらに会期中県営陸上競技で灯される炬火の火を起こす採火式を市内4地区で行うほか、その起こした火を一つにまとめる集火式を8月中旬にグランドオープンする福井市中央公園で行います。合わせて全国から訪れる選手関係者の方々を温かくつるつるいっぱいのおもてなしでお迎えするため、市民の皆様と一緒に万全の準備を進めてまいります。具体的には競技会場や JR 福井駅周辺などに設置する花プランターの育成や、競技会場に設置する各都道府県を応援する手作りのぼり旗の制作のほか、例年年3回市内全域で実施している清掃活動、福井市を美しくする運動を国体ショースポの会期直前にも実施し、全国から訪れるお客様を美しい環境でお迎えします。国体ショースポを成功に導くために、市民の皆様にはぜひとも積極的な参加ご協力をいただきますようお願い申し上げます。私からは以上です。それではご説明いたしました4つの点につきまして質疑応答を行います。
ご質問をされる際にはマイクをお渡ししますので、社名と名前とともに発言をお願いしたいと思います。それではお願いいたします。福島の川上です。よろしくお願いします。部局マネジメント方針の中で29年度の中でお伺いしたいんですけども、その大雪台風の影響も大きかったとは思うんですが、市長としてこれはちょっと達成したかったけど残念でしたみたいな、その悔しい部分みたいな部分はありますかね。いや、これは達成できなかったものについては全てそういう気持ちでいるんですが、やはり年度の当初に各部局長とですね、これについてはということで、まとめたものがこの部局マネジメントという形でできてますので、どうしてもこの年度内にはしっかりと方向性を作りたい、あるいは成果を上げたいということで、書き記しておりますので、今おっしゃるようなそういう思いからすれば、できなかったものについてはすべからくそういうふうに思っています。すみません、それに関連してなんですけども、ちょっとハピリンの中心市街地 その通行量がにぎわいが回復しているという中でちょっと減ってしまったなと思いまして、そこはどういうふうに思われてますでしょうか。ここは難しいですね。一番最初の28年度にオープンしてからはですね、確かに町の中という意味ではあれなんですけれども、その後他の民間のところの再開発計画等が進んだりして工事中の部分というのもできてくるというようなところもありますので、必ずしも今この途中、いうところの途中経過の中ではやっぱり上のレベルに行っている時と、少し下がっている時とっていうのがどうしてもあるんではないかなと思います。したがってできるだけその民間の再開発事業等もですね、着実に進行することで、すでに出来上がったものに対する慣れるっていうんですか、空きとかそういうふうなものが来ないうちに次の展開が出てくるっていうことが本当はまちづくりには非常に重要ではないかなというふうに思っています。どうぞ。何ともすいません。マンホールカードについてなんですけども、こちら、マンホールカードを作るところまでは考えていらっしゃいますでしょうか。マンホールカードはこういう新しい負担ができるとですね、作られているのが通常なんですけれども、これまだ作るところが全国の組織の中ところで作っているので、まだいわゆるマンホール蓋を作ってもカードが出来上がってないところがいくつかあるんですよね。でこの順番待ちをしないといけないっていうようなところがあるので、まだちょっと今いつできるっていうふうにはちょっとはっきりまだ決まってません。ただ考え方としてはせっかく作るんですから、そういうカードの方へも展開をさせたいと思ってます。将来的にこう申請したいみたいなところはあるんですか。申請の手続きは今準備しているはずです。ただ順番がそういうことで詰まっているので、まだちょっとこっちまで回ってこないということのようです。ありがとうございます。はい、どうぞ。すいません、福井新聞の久保です。はい、ちょっとマンホール関連で同じ話なんですけど、これデザインっていうのはどういう決定の仕方になってますか。デザイン検討委員会みたいなのを作って、
学識経験者の方、あるいは地元の関係者、観光関係者の方で5人ほどでの選考委員会を作っていただいてですね、そこで決定をしたという形をとっています。なんかその時のコンセプトじゃないですけど、そういうのって何かあったりしたんですか？やはり一条地区の観光資源、唐門であるとか一条滝であるとか佐々木小次郎であるとか蛍島であるとかというものを題材としたデザイン案を提案していただいて、その中から選ばせていただいたということです。ありがとうございます。はい、どうぞ。すいません、福井テレビの島本と申します。そのマンホール関係なんですけど、今福井市内にはこの他にどんなデザインがあるんでしょうか？一つはフェニックス のデザインをしているあの蓋、フェニックス蓋、フェニックス蓋っていうか、フェニックスのデザインのやつが一つと、それから次世代型ブタということで、滑らないような形になっている、どちらかというとあまりデザイン性があるというわけではないんですけれども、そういうフタと2種類ありまして、でデザインブタの方の、この一条のエリア限定で今回の新しい蓋を導入するということになります。したがってデザイン蓋で2種類、それから次世代型蓋で1種類ということになろうかと思います。はい、どうぞ。よろしく。すいません、もう1点だけ。農業用ハウスの方なんですけど、はい、201棟支援するってことなんですけど、残りの135棟に関しては今どんな状況なんでしょうか？農業を諦めるとかそういうことなのか、どういう状況なんでしょうか？先ほど申し上げたように、いろいろと農業をやっておられる方々とヒアリングをさせていただいて、支援の方法を決めていったんですけれども、中にはですね、農業用に使って得ずに格納庫代わりに使っているというようなものがあったりですね、それから使っていない古いハウスというようなものもありました。また高齢であるというようなことで再建を断念するというような方もいらっしゃいますし、逆に自分の力で再建をしてしまうと言われるところもあって、今の135棟については、そういうふうな方々がいらっしゃるということです。今後支援が増えるということでは、だからその時に選択をしていただいてですね、あるいはまた今までの使い方からして、いわゆる支援の対象にはなっていないというようなもの等は除いてということで、やってきましたので、今からそれが増えるという形にはならないと思います。他にございますでしょうか？すみません、今の農業用ハウスについてなんですけども、この国と県と市の補助を合わせると、例えば最大で費用の何割の補助を受けられるみたいな言い方はできますでしょうか？これちょっと補助率がみんな違うので、もうこれでも難しいな。国県市の支援事業をトータルで受けられる方にするとですね、
園芸ハウスについてはあの、いわゆる7割から8割の支援という格好になろうかと思いますし、水痘育苗ハウスになると6から7割ですか。だから県と市の支援の事業だけで対応すると言われる方の場合は、園芸ハウスの場合には6割から5割、水痘育苗ハウスの場合は、4割から3割。ありがとうございます。県民福井の中場です。はい、国体小スポ関連のことをちょっとお伺いしたいんですけども、マネジメント方針の達成度で国体推進部の行動目標数は 2しかないですかね。まあ、どうしてももう目標見えてますのでね。で、まあ、具体活動の量は多いんですけれども、活動しなければならない範囲っていうのは多いんですが、目標として定めるという格好になるとどうしてもそこへ集約されるということになるので、課題その項目そのものはそんなにたくさんに分けてあげるというわけにはいかないだろうということで、こういうふうに整理をしました。わかりました。あとカウントダウンイベントについてなんですけれども、はい、この100日前と55日前の今2つのご説明だったかなと思うんですけれども、はい、これカウントダウンイベントはこの国体開催までにこの今からこの2回っていう理解でよろしいんですか。そうですね、カウントダウンイベントとしては2つ、100日前と55日前。これ55日前の意味ってなんかあるんですか。まあ、これはちょっとこじつけてるところもあるんでしょうけれども、祭りとの祭りのところをうまく活用したいということで、日にちのあったところをやるもんですから55日というちょっと発寸のついた、そういうことです。あ、わかりました。ごめんなさい、あと最後に市長から見てですね、今現時点での市民の方のですね、国体のなんか意識でありますとか開催に向けて の市民の方の意識っていうのは市長ご自身は今どういうふうに捉えてらっしゃいますか。いや、やはりだんだんとね、少しずつ、ね、熱心に動いていただけるようになってきたなというふうには思ってるんですけれども、前回の第1回目っていうのは私は高校1年生だったんですが、あの時には民泊をやったものですから、非常にその民泊を受けたご家庭は今頃ですと大変な今準備をしておられたんですね。ちょうどどういう食事を出すかという研修会をやったりとかということで、だから今回そういうふうなことについては行わないということで、何か動きが少し寂しいんじゃないかというお話もいただきますけれども、やはりさっきも申し上げたような登り旗を作っていただいたり、花壇を作っていただいたり、それから競技会場の近くのところでは振る舞いの準備をするとかですね、そういうふうな形で皆さん着実に今事業展開を図っていただいておりますので、やはりこれはそういう本番がになるとですね、一挙にそれが見えるようになりますから、こういうこともやっていただいたんだなっていうことが見えてくるんじゃないかなと思います。中日新聞の片岡と申します。よろしくお願いします。はい、大雪の関連でまずハウスの方が、先生私の聞き間違いだったら申し訳ないんですが、国県市合わせて
2億円ぐらいというご説明。2億8869万6000円 の、 あの先月処分を行いました、はいはい、市の負担、市の負担分としてはいくらになるんでしょうか。6400万円。はい、ありがとうございます。あともう一点お雪で、部局マネジメント方針の30年度の方で、あの新規参入企業の確保を目指されてらっしゃるということで、特になんかどれぐらい増やすみたいな数値目標は設けて、その数値目標は書いてなかったでしょ。なんかどう、あのちょっと数値目標掲げるのは難しいなと思って、ただあの前から言ってるのは、今申し上げているような、今農業の在り方が今いろいろと変わってきている部分もあってですね、まあそういう農業機械にハイド板をつけて走るっていうこともできないかとかですね、まあそういうふうなところらもちょっと今検討課題として持っています。でまあそういうふうな、あの今まで除雪をやっていただいていたあの職種ではない団体、まあ、そういうふうなところで、まあ、そういうあの機会を持っておられる、あるいは持ってもおかしくないという業種の方たちに協力をいただくことができないかというようなことをまた考えていかなければならないなというふうに今思っているところです。ありがとうございます。あの数値が、具体的な数値が難しいっていうのはやっぱりこう相手がある話なので、まだ、うん、でまだ今全然取っかかりがないもんですから、最初だけにですね、あまりあの過度なあの目標を掲げてしまっても難しいとも思いますし、まあ、いろいろと お話をしていく中で、あこういう課題があってできないとか、あるいはこういうところがクリアされるとできるとかというようなところが見えてくるとですね、少しまた目標を持ちながら進んでいくことができるのではないかなと思っています。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません、読売新聞の高木です。はい、ちょっとマンホールの件で、この、まあ、着色の蓋っていうのは大体何枚ぐらいになるんですか。何枚っていうあれもないんですけれども、あのできるだけ観光とのやっぱり結びつきの強いようなエリアについては、この着色をしたものを使いたいというふうに思っています。あのそうですね、だからまだ先申し上げたように300枚ほどを作るということですけれども、まあ、350枚かで、そのうち次世代型蓋っていうのを50枚ぐらい作ると、残り300枚がこのデザインになるわけですけれども、あの色がつくのはそのうちの、まあ、いや、まあ、今、どうですか、観光と観光地の場所については、まあこの色付きを使いたいというふうに思っています。で、まあ、そこはまた今あの場所ごとに着色のあるものないものっていうものを整理して枚数を仕分けしたいと思っています。わかりました。とですね、まあ、あの昨今こうマンホールすごく、まあ、ブームになっているというか、まあ、カードも出てきて、まあ、全国的に流行っているんですけれども、まあ、それで、まあ、中にはこうマンホールを目当てにこう来られる方っていうのも、まあ、いるかと思うんですけれども、こう改めてこう市長の方からこう、まあ、こういうデザインマンホールを設置するということで、まあ、あの観光への意気込みっていうのをちょっといただきたいんですけど、あの下水の関係がですね、まあ、非常に財政的に厳しい状況の中にありまして、あのどうしてもまだまだ下水を復旧させていかなければならない状況にはある中で、なかなかあの財政があのついてこないというようなところがあってですね、まあ、あの下水に対する認識を
高めてもらおうというようなことから、こういう新しい試みを全国的に持つようになってきました。で、まあ、やはり今おっしゃるように観光の部分で一番マンホール蓋を見かけるところが大きいということで、まあ、今も申し上げたように着色をして、色鮮やかな形にするということが一つの観光資源にも結びついていくのではないか、あるいは、まあ、カードを、さっきも話題に出ましたけれども、カードを販売するというような格好の下で、そういう興味を示してもらおうと、で、まあ、そこの場所を見てもらうというような形で、結びつかないかというようなことで、まあ、近年全国的にもいろいろとその、下水道の事業を通してその観光に力を入れているというようなケースが非常に増えてきました。福井においてもその一条谷朝倉市遺跡、これたまたま下水の領域ではちょっと後発の事業になってきているわけですけれども、まあ、そこが今ちょうど手をつけるという状況にありますので、この地域限定の新しいそういう蓋を作ることで観光にも一助になってくれればなというふうに思って取り組むことにしたわけです。他にございませんでしょうか。福井新聞の大久保です、はい、お願いします。大雪関連で、はい、ちょっと今年度の部局マネジメントにも関わると思うんですけど、なんかふるさと納税とか、あと支援金とかのこう具体的などう使うとかっていうのはもう決まったんでしょうか。いわゆる大雪対応のふるさと納税というのは、まあ、いわゆる大雪をの災害に対しての対応経費として使わせていただくということで考えています。まあ、ただ、まあ、今回その福井をまあ、そういう大雪もあったということを踏まえて福井の方にふるさと納税をするという形でいただいたものについては、それぞれの地区のところへ仕分けをしたりですね、そのいわゆるふるさと納税の持ち方としてセレクトをいただいたその中で使うという形になりますので、全部も全部この大雪のために使ってしまうわけではないですし、またそういう仕分けをしながら使っていくということになります。わかりました。すみません、もう一つごめんなさい、何度もマンホールの話に戻って申し訳ないんですけど、はい、市長から見てこのデザインの何て言いますか、感想っていうか評価って言いますか。まあ、なかなか漫画っぽいなっていう部分もあるんですけれども、まあ、ちょうど朝倉市遺跡のところになるとやはりカラモンがどうしてもメインになってくるので、まあ、そこと福井市の応援隊長を頼んでいる夢丸がですね、まあ、一緒に出るっていうのも、まあ、悪くはないのかなというふうに思ってます。市長として結構お気に入りのデザイン、まあ、お気に入りって言われると難しいですが、まあまあいいと思っています。はい、はい、ありがとうございます。他ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは質疑は内容でございますので、これで市長記者会見を終了いたします。ありがとうございました。どうもすみません、ありがとうございました。